ルミさん、はい、このコーナーちょっとゲストを呼ぶということで、そうですね、だいぶ時間経っちゃったんですが、もう待ち遠しくてしょうがありませんけど、呼んじゃいましょうか。呼んじゃいましょう、ね、はい。今あのチアドラゴンズを順番にゲストに迎えてるんですが、はい、です新人のチアちゃん、なかなか喋る機会がないんで、この機会を利用して、ご紹介しようということです。今日のゲスト、チアドラゴンズ2012、山口幸さんです。はい、幸さん、前回はさきちゃんがね、登場しまして、さきちゃんからのご紹介ということで、友達の輪をつなげていってもらってますが、はい、まずはなんか自己紹介してもらいましょうか。はい、皆さんこんにちは。チアドラゴンズの中からでは、サチローって呼ばれてます、山口幸です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのシャチちゃんですね、前回だったかな、なんかここであのパオロンのショーがあって、はい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 、ダンスで、ダンス で口笛がなんか吹いて、ああ、はい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 、口笛が吹けなかったというその印象が強いんですけど、練習しました、あれから。ちょっと練習してないですね。まああの別にやるつもりはないと。そうですね、まあやる必要はないですね。いやいやいや、いやここまで話で出したんですから9月くらいにはできるようになってます。練習しときます。はい、これ今宣言しましたんでね、はい、模様ドラゴンズなんかがずっと聞いてもらう、吹いてもらってもね、お願いしたいと思いますが、サシさん、まあ、ホームページの方から見させてもらったんですけど、趣味、携帯でムービーを撮ること、はい、はい、どんなもの撮るんですか。そうですね、普通にみんなが遊んでるところを影でバレないように撮ったり、こっそり、そうですね、隠し撮りってやばいじゃないですか。ってことですよね。はい、それどういう、例えばイケメンの男の人撮るとか、そういうことですか。まあ、それはないですけど、はい、普通に友達を隠し撮りする、はい、おー、なんか変わった趣味をね、はい、最近では、南さんの観察をすることが大好きで、影で南さんの写真をいっぱい撮ってます。ずっと隠し撮りしてるんだ。え、なんかあれですよね、よくあのテレビとかでもありますけど、はい、なんていうんですか、ぶっちぎり映像みたいな。あ、はい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 、常に撮ってるとなんか急に面白いものが撮れたりするんですよね。そういうの撮ってなんか、撮って、じゃあ今度テレビ投稿しましょう。そういうことだよね。しましょう。で、南ちゃんの面白い映像です。そうだよね。で、それで賞金稼いでどうのこうのってやつか。本当にね、これ結構ずるい、悪どいですね。まあ、ちょっとイメージ崩れるんで、あんまり言いなりしちゃいけないんですけど、後で怒られますので。それからお習字が好きと、バドミントンも好きと、はい、習字はなんか段持ちとか。そうですね、習字は幼稚園の頃からやってて、はい、皇室と毛筆両方、一番上の特待生っていう資格を持ってます。素晴らしい。特待生なんか一度披露したいですね、ここで。そうですね、これなんか大きいこう紙がなんか貼って、バーンね、大きいのもできるの？大きい、小さい紙ですね。じゃあちょっと地味にここで全然書き回しやりましょうか。はい、シャオロンって書いたり。書きます、書きます。それ全然面白くないですよね。なんか変わったことしてもらわないから。あとバドミントンできるんで、バドミントンここでやってもらう。やりましょうか、はい、私もバドミントンはちょっとできますね。できます。バドミントン、けん玉より面白くないと思います。見てる人もポッパーンですよね。目をつぶってバドミントン。しかも風が結構ありますからね、ここ。そうですよね。はい、それから好きな食べ物、甘いもの、唐揚げって、まあ、子供みたいなんですけども、そして嫌いな食べ物、バナナって、これ甘いものなんですけど、バナナ、本当に苦手なんですよ。いや、バナナはいますね、嫌いな、なんかダメなんですよね、はい、ちょっと匂いとか、バナナ、何が嫌なんですか。匂い、色、味、もうバナナっていう存在がダメです。なんかちょっとニュルニュルってしてるし、ね、本当にダメです。ここでバナナ育ててる方いらっしゃったら大変失礼で申し訳ございません。バナナ美味しいですからね、とてもね。はい、こうつるっと滑るとかね、そういうのに使ったことありますけど、まあ食べ物ですかね、大事に扱わなきゃいけないんですが。はい、サチちゃんなんですけども、はい、ちなみに今年1年目なんですけど、はい、サチさんがチアドラゴンズになろうと思ったきっかけは何だったんですか。そうですね、私のお父さんがすごいドラゴンズファンだったんですけど、ちょっと事情がありまして応援に行くことができなくなってしまったので、次は私がチアとしてなんですけど、ドラゴンズさんと関わっていけたらいいなと思って、2年間東京でダンスの勉強をしてこのオーディションを受けました。お父さんの代わりにドラゴンズを応援してくれるんだ。素晴らしい。あ、ちょっともう涙が出そうになってきたのか。ね、いい話聞いちゃった。はい、でも練習しようね、チア目指してね、頑張ってね。はい、ということでね、さちゃん、踊りもずっとやってたと思うんですけども、はい、ダンスはいつぐらいから始めたんですか。ですね、ダンスは小学校2年生から
ました。小学校2年。はい。まあ、ハちゃんは何のジャンルが一番得意なんですか？9年間モダンダンスをやってたんですけど、今一番得意なのはガールズヒップホップです。おヒップホップね、流行りですね、多いですもんね、ヒップホップやるしね、はい、そうなんだ。でちなみにあのチアドラゴンズ の今お部屋で、はい、ずっとドラゴンズ応援してると思うんですけど、はい、なんかちょっと秘密の話とかありますか？秘密の話、ちょっとここだけで言っちゃう秘密の話、なんか面白い話、ここは何でも喋ってもいい、ここいいんですよ、大丈夫です、何かあるかな、誰か個人的なことでもいいし、はい、実はお部屋ではこんなことが起こってるんですとか、何かあるかな、だこの間誰々が大きいお鳴らしたとかそういうのもいいんですよ。誰々があるか、誰々ちゃんがいつもなんか何々ばっか食べてるとか。この前あのゆうちゃん、飯田ゆうちゃんがですね、ペットボトルあるじゃないですか、あのキャップの上に顎を乗せてそのまま寝てたんです。えひたすらずっと寝てました。それでちゃんと写真撮りました。マジで、はい、マジで、これはちょっと大体秘密を告白したかね、相当疲れてたんですよね。もっと面白いことないですか？面白くないですか？面白いです。あんまりいじっちゃう怒られますからね。はい、というわけであのあんまりお時間もないんですけども、ね、このコーナーあのお友達の輪をつないでいくというコーナーで、はい、次のちあちゃんを紹介してほしいんだけど、さっちゃんから、はい、なんか、はい、この人呼んだらいいんじゃないかとか。次の子はですね、新人の中で一番最年長の野々山智恵ちゃんを。智恵ちゃん、はい、はい、分かりました、はい、じゃあ、リスナーの方、ともえちゃんのことリサーチ、ね、はい、ちょっとじゃあ明日、この後ね、行ってみますけれども、はい、ということで、なんかもうあっという間に時間経っちゃいました。そうですね、はい、もっと早く呼んでほしかったみたいな感じですけれども、はい、それでは山口さんさん、これであの、はい、お別れになります。またこの後踊ってくれるんだよね。はい、はい、踊ります、はい、4時半からかな、はい、はい、じゃあちょっと休憩してもらってね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。